今日もやってまいりました、はい、祈りの時間でございますけれど、こんばんは。こんばんは、インターネットをご覧の皆様、こんばんは。おはようございます。こんにちは。こんにちは。ということでですね、はい、まあ、世界のあちらこちらで見ておられると思いますんで、はい、ご挨拶3つさせていただきましたですけれども、今日も、はい、始まっていきますけれどもですね、はい、先週に引き続き、祈りの時間を、手元小林夫妻のですね代行で、ペテロマジキナとシオンマジキナでお送りさせていただきます。はい、そうですね、お願いいたします。この祈りの時間の番組ではですね、皆さんからいただきました祈りの課題を一つ一つ祈らせていただいて、それでですね神様に、求めていくということで、皆さんからご応募今今回もたくさんいただきまして、はい、ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。それでですね、祈りの課題を祈らせていただいて、そしてその結果などもですね、お伝えしていくこう番組になっていますし、また皆さんもこのオンラインの中継で共に、一緒にですね、あの課題を一つ一つ共に祈る時をも、持っていくという番組で、非常に画期的でありますけれどもですね、はい、本当に神様に祈る、そしてその祈った事柄が答えられるっていうことの祝福、また祈るっていうことでですね、素晴らしい祝福がありますのでですね、ね、ぜひその事柄を共に、分かち合っていければなというふうに思いますよね。はい。はい、ですね、それでは、早速ね、はい、お祈りの時に入っていきたいというふうに思います。それで、インターネットでが動画とか、それから音声が聞きづらいという方はですね、ぜひですね、ご連絡いただければというふうに思います。こちらの方で何らかの対応をしていきたいと思いますし、また祈りの課題、このオンライン中継中でも、もしあの祈りの課題、緊急で祈ってほしい事柄がありましたらですね、そのことにおいても、ですね、受付いたしますので、ぜひ、ご連絡いただければと思います。それで、メールアドレスの方なんですけれども、はい、アドレスが player.request.anteoke@gmail.com になっています。はい、はい、ぜひですね、そちらの方にホームページにも記載されていますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、また番組の最後でもご紹介したいと思いますので、はい、ぜひ皆さんですね、どしどし、受け付け申し込んでいただければと、ご連絡いただければというふうに思います。はい、それでは、最初に祈りに、早速ですね入っていきたいと思います。はい、M さんからの祈りのリクエストです。はい、感謝します。いつもお祈りを感謝いたします。肺がんが肝臓に転移し治療中です。抗がん剤の副作用から完全に守られ、さらにがんが完全に癒されるようにお祈りくださいというリクエストをいただきましたので、お願いいたします。はい、あの M さんからですね、たびたびいただいてますけれども、はい、本当に完全に癒されるようにですねお祈りをしていきたいと思います。愛する天皇と様、あなたは今日の祈りの時間を導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞこの M さんのこのがんの事柄に関しての祈りですけれども、神様がさらに導き、あなたの祝福を豊かに表し、どうぞ癒しをこの会を表していってください。この肺がんがこの肝臓に転移し治療中ということで、抗がん剤の副作用から完全に守られ、さらにがんが完全に癒されるようにということですけれども、主よ、どうぞこの副作用から完全に守っていってください。この転移したということでですけれども、主よ、すべてのこの M さんの体内にあるがん細胞すべて主を取り除いていってくださいますように、どうぞお願いいたします。主はあなたが宮沢をもってこの働きを進めていってくださり、完全なる癒しと解放を豊かに表していってくださいますように、どうぞお願いいたします。イエス・キリストの御名によってこの M さんのこのがんに免ず
イエスキリストによって完全に癒されよ、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 癒されよ。ただそのあなたがどうぞこの M さんのがんに触れてってくださり、どうぞ副作用、この抗がん剤の副作用からも完全に主をあなたが癒し、解放を豊かに与えてってくださいませ。どうぞお願いいたします。主の恵みと祝福を豊かに表していってください。神様、ありがとうございます。この M さんの今この肺がんがこの許されていることを本当にありがとうございます。またそれが肝臓にこの手にされているということですけれども、この状況もありがとうございます。今抗がん剤のこの治療がなされていますけれども、どうぞこの治療法を通してもまたこの種の完全な癒しが豊かに表されていくことができますようにどうぞお願いいたします。また抗がん剤におけるこの副作用からも完全に M さんを守っていってくださって、この吐き気やだるさ、そういったこの副作用のこの症状が完全に守られていくことができるようにどうぞあなたが導いていってください。また手にしているその肝臓にも触れてくださり、また大元のこの肺のこのがんにおいてもこの癒しを豊かに表していってくださるようにどうぞお願いいたします。で、その本当にこの一つ一つのがんを主は本当にこの取り除いていってくださいますようにお願いいたします。主、どうぞこの M さんの体内にあるすべてのがん細胞を取り除き、どうぞ完全なる主の癒しと解放を豊かに表していってくださいますようにどうぞお願いいたします。主、どうぞあなたがこの M さんに触れてってくださいますように癒しを行い解放を表していってくださいますようにどうぞお願いいたします。ご覧になっている皆さんもぜひ共にですね、今共に祈っていきたいと思います。共に祈る時を持ちたいと思います。天様、本当にこの M さんに豊かに触れてってください。今共に、祈ることができたことも感謝します。三種の完全なる癒しと解放を豊かに表してくださることありがとうございます。イエス・キリストによって、この M さんのこのがん、一つ一つに癒しを宣言する。主を豊かに導いてくださって感謝します。感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ですね、さらに引き続きですね、M さんのがんの癒しのために、祈っていただければというふうに思います。それでは次の課題に入っていきたいと思います。はい、愛さんからの祈りのリクエストです。はい、父が、救われるように、そのためにも8月の心ゴスペルに来てくれるように、また父と母の健康が日々しっかりと守られますようにという祈りのリクエストをいただきました。ありがとうございます。はい、ですね、この、はい、愛さんからですね、8月の心ゴスペル、8月15日に行われるんですけれども、そちらの方の今準備も進んでますが、そちらの方に来れるようにということですね。はい、あとお父様の救いのために、そうですね、はい、あと父と母の健康ということで、はい、わかりました、お祈りしましょう。天の様、あなたがこの愛さんの祈りの課題を導いてくださりありがとうございます。お父様が救われるようにということですけれども、主よ、どうぞあなたお父様の救いを豊かに表し、本当にあなたの技を表していってください。またこの8月の心ゴスペルに来れるようにということですが、主よ、どうぞ来れるように、どうぞ導いてください。またこのお父様とお母様の健康が完全になされ、本当にこの主の御業と恵みを全うされていきますように、どうぞ導いてください。どうぞあなたが触れてってくださいますようにお願いいたします。神様、本当にこの愛さんからのこの祈りのリクエストを本当にこのありがとうございます。どうぞお父様にこの救いがこの豊かに表されていくことができるように、またこの種の時に、またこの種のタイミングでお父様がこの救われ、またこの教会に送ることができるように、また今8月15日に行われるこの心ゴスペルにこの来てくれるようにと祈っていますけれども、どうぞその祈りにも主が答えていってくださいますようにどうぞお願いいたします。また来ることができ、またゴスペルを聞いて本当にこの主に触れられていくことができますようにどうぞお願いいたします。また愛さんのこのお父様、またこのお母様のこの健康が本当に日々神様によってこの支えられていくことができますようにお願いいたします。
天様、本当にあなたの恵みと祝福を豊かに表していってくださいませ。どうぞお願いいたします。共にですね、この愛さんのお父様の救いと、それから8月の心ゴスペルに来れるようにと、でお父様とお母様の健康が日々守られるようにですね、共にお祈る時を持ちたいというふうに思います。天様、本当にこれらのお祈り一つ一つの主が聞いてくださったことを感謝します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、さらにですね、祈っていきたいというふうに思います。はい、次の課題に入っていきたいと思います。はい、M さんの、祈りのリクエストです。このイスラエルに行きたいので行けるようにお祈りをよろしくお願いしますということです。はい、今年のイスラエルはもう決まったんでしょうかね。まだか。まだ聞いてないんですけど、はい、ですね、11ですから10月の末ぐらいですよね、はい、一応ね、はい、ということでもう今から行きたいという祈りですね。はい、いいですね。非常に素晴らしい祝福のチームですからね、はい、我々も行きたいですし ね、 そうですね、はい、祈っていきたいと思います。はい、天皇様、あなたがこの M さんのお祈りの課題を導いてくださりありがとうございます。この今年度のイスラエルチームに行きたいということですけれども、まだ日程決まってないと思いますが、10月のおそらく末ぐらいから出発ということになると思いますけれども、天様、どうぞこの M さんがイスラエルチームに参加できるように、どうぞ助け導いていってくださいますようにお願いいたします。あなたご自身がどうぞこの M さんに触れてくださり、また祈りの課題、祈りにおいてもポイントをついてさらに祈り、そしてさらに必要な備えを与えてくださり、どうぞイスラエルチームに行くことができるように、どうぞ助け導いていってくださいますようにお願いいたします。スマートに M さんからの祈りのリクエスト、本当にこのありがとうございます。ダイムさんにこのイスラエルに行きたいというその子の思いをあなたが与えてくださっていることを本当にこのありがとうございます。どうぞこのイスラエルに行くことができるように、必要なこの経済やまた行くことができる許可などもこの与えてくださって、コロナは必ず今回のこのイスラエルのチームに加わっていくことができるように、また加わることを通してこの司会の祝福にこの預かっていくことができますようにお願いいたします。天様、どうぞ M さんに触れてください。必要な経済を与え、この必要な都合を与えてくださり、どうぞ使用いけますように、あなたがどうぞ導いていってください。主はあなたの恵みと祝福ありがとうございます。この祈り聞いてくださったことを感謝します。主は最善をなしてくださることを感謝いたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、ということで、はい、さらに次の課題に入っていきたいと思います。はい、 D さんからの祈りのリクエストをいただきました。 D ね、 D さんです。はい、 D、 はい、 ABC D、 はい、はい、爪を噛む癖があるのでそれが治るようにお祈りくださいということです。はい、D さんからの課題ですね。はい、いろいろ皆さん癖があったりして、それが治らないなとかですね、そういったようなことをも思っている方もいるかもしれませんね。いろんなことで神様は癒しを与えてくださいますし、また主の最善をそれでなしてくださいますからですね、このように祈っていくということも素晴らしいですね。はい、それでは祈っていきたいと思います。テナスマ、この D さんの課題の爪をかっかむ癖があり、またそれが治るようにということですけども、主、どうぞあなたがこの完全に守り導いてくださり、主、どうぞ噛む癖が治るように、主、どうぞあなたが癒しと解放豊かに与えていってくださいますように、どうぞお願いいたします。神様、どうぞこの D さんが今爪を噛むこの癖があるということですけれども、この癖が許されていることもありがとうございます。またそれをこのやめたいというその子の思いが与えられていることもありがとうございます。どうぞ神様がこの爪を噛むというこの癖がこの取り除かれていくことができるように、この爪を噛まなくてもいいように主がこの癒しまた解放を与えていってくださいますようにお願いいたします。天様、本当にあなたがこの触れてってくださり、主の癒しと解放豊かにある人、この D さんの爪を噛む癖が全く治りますように、どうぞあなたが導いていってください。
本当にあなたの慈しみと祝福を豊かに表してくださってありがとうございます。この祈りの課題を感謝します。そして聞いてくださったことを感謝します。感謝してイエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。はい、それではですね、早速次の課題に入ります。 P さんからの祈りのリクエストです、はい、視力の低下があるので治るようにお祈りくださいという祈りの課題をいただきました。はい、そうですね、皆さんでもなんかこうやっぱり年を重ねるとどんどん視力が低下したり、また近眼になったり老眼になったりっていうですね、いろいろあると思いますけれども、どうですか？私はもともと悪いので。あ、そうなんですね、はい、あ、そうですね、それでもなんかこういう足が起こったりとかっていうのも聞いたことがありますし、ね、そうです ね、もう最初から視力が良くないっていう方でもですね、はい、ということで、はい、乗っていきたいと思います。天の様、あなたがこの P さんの視力の低下を主がどうぞ触れてってくださり、主どうぞこの完全に、あなたが戻し導いてってくださいますように、通常 1.2 でしょうか、 1.5 でしょうか、どうぞあなたがそれを導き、どうぞあなたの技と恵みを豊かに表していってくださいませ。どうぞお願いいたします。スマウントに P さんからの祈りのリクエストありがとうございます。この視力の低下があるということですけれども、その低下をこの今進行をとどめてくださり、またこの低下したこのその部分においても、この完全に回復が与えられていくことができるように、この見えるこの状況へとどうぞこの癒しのこの宮沢豊かにこの表していってください。全くこの何かを見るにあたってこの不都合が生じることがないようにどうぞ守っていってください。お願いいたします。天様、どうぞ本当にあなたが視力に関しても完全に元通りに低下があるということでさ、それがどうぞ完全に元通りになり、主よどうぞ本当に、眼鏡をかけたりということに行くことがなく、裸眼でしっかり見えるようにどうぞ助け導いてくださいますようにお願いいたします。本当にあなたの見ていると恵みを豊かに表し、この癒しを行い、会を表していってください。主よご自身のご計画と宮沢を持って働きを進めていってくださり、主よ宮沢を表していってください。どうぞお願いいたします。あなたはこの祈りを聞いてくださって感謝します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それではですね、次の課題に入っていきたいと思います。はい、 S さんからの祈りのこのリクエストです。はい、この S さんから6個6つですね、はい、の祈りの課題があるので、その1つ目ですが、はい、父の救いと難病指定の禁煙の癒しのためにお願いしますというのが一つ目のリクエストです。はい、救いと難病指定の禁煙ですね、はい、禁煙っていうのはどういった、ちょっと具体的なあの、禁煙って言ってもいっぱいあるいくつかあるので、それが、あのちょっと記載されていないのでわからないんですけれども、はいはい、筋力が低下するのか何か別の、あ、ということなんですね、はい、難病指定っていうことですからね、はい、そんなに軽くはないということですよね。はい、それではお祈りをしていきたいと思います。父の救いとお父様 その難病の事柄ですよね。はい、そうですね、はいはい、それではお祈りをしていきたいと思います。 S さんですね、はい、はい、天の様、 S さんの祈りの課題を感謝します。お父様の救いと難病指定の禁煙の癒しということですけれども、主どうぞあなたがこの S さんのこのお父様に豊かに触れていってください。主どうぞこの難病指定ということで、この禁煙ということですけども、どうぞあなたがこれを完全に癒し解放を豊かに与えていってくださいます。どうぞお願いいたします。またお父様の救いを豊かに表し、イエス様の十字架と復活をどうぞ信じることができる、主の御心のタイミングを導き、その中であなたの技が起こり、どうぞ救いが起こってくれ、そして主どうぞこの禁煙の癒しがなされていきますよ。どうぞ導いていってください。どうぞあなたの救いの御働きを豊かに表していってくださいます。お願いいたします。主、またこの禁煙の癒しを表していってください。そのお父様の体のこの禁煙にイエスキリストによって、命ずる、完全に癒されよ、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 癒されよ。主
をどうぞこの S さんのお父様の体に触れてください。禁煙が完全に癒され解放されていく、どうぞ豊かに導いてくださいますようお願いいたします。神様、本当にこの S さんからのこの祈りのリクエストありがとうございます。お父様の難病指定であるこの禁煙が許されているということですけれども、このことを本当にこのありがとうございます。どうぞこの禁煙にこの主が触れてくださり、原因の部分に主が霊やしの宮沢を豊かにこの表していってくださいますように、どうぞお願いいたします。それとともにそのお父様が本当にこの神のこの救いの主であられる主をこの知ることができるように、そしてこの信じこの救われていくことができるように、どうぞあなたがこのお父様にこの触れていってくださいますように、どうぞお願いいたします。病んでいる部分にこの主が触れるとともに、その中で主を体験していくことができるように、またこの主を救い主として受け入れていくことができるように、どうぞあなたが導いてください。では、まあ本当にあなたが触れていってください。このイエス様のお父様に触れていってください。主の救い、そしてこの癒しが起こり、解放が起こっていく、豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。ご覧になっている皆さんも共にですね、この救いと癒し、イエス様ですね、お父様の救いと癒しのために今共に、このことについて、共にお祈りをする時をお持ちしたいと思います。皆様、本当にどうぞあなたがさらにエさんのお父さんに触れていってください。主の御業と救い癒しが起こっていく、どうぞ導いていってください。このこれらの祈りを主は聞いてくださったこと、そして最善を成してくださることをありがとうございます。感謝してエさんのお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、さらにですね、引き続き祈っていきたいと思いますけれども、エス、はい、さんの、はい、息子さんの、はい、ですね、Y さん、息子さんの名前が Y さんですね。Y さんの、うん、喫音ですね、どもりの解放のために、うん、はい、はい、はい、Y さんの喫音ということですよね。はい、はい、祈っていきたいと思います。天の妻、この息子さんの Y さんの、喫音があるということですけれども、喫音症ということですが、主どうぞあなたがこの Y さんの喫音症に触れてってくださり、主どうぞ完全なる癒しと解放を豊かに与えてってください。どうぞ Y さんに触れてってください。 Y さんの体、この体に触れてってください。主どうぞこの喫音、本当に主が完全なる癒しと解放を豊かに表してってくださいませ。どうぞお願いいたします。イエスキリストの名によってこの Y さんの喫音に命ずる。主イエスキリストの名によって完全に癒されよ、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 癒されよ。主どうぞあなたの恵みと祝福を豊かに表し、どうぞ Y さんの基礎の森にあなたが触れてってくださいますように、あなたの技と恵みを豊かに表してってくださいます。どうぞお願いいたします。主イエスキリストの名によってこの Y さんの基礎に癒しを宣言する、癒しを宣言する。主、あなたの恵みと祝福を感謝いたします。神様、本当にこの息子さんのこの Y さんのこの基礎にこの主が触れていってください。逆の何か原因となっているその部分があるならば、その部分にこの主がこの触れてくださり、解放を与え、スムーズにこの言葉を出していくことができるように、この主が癒しのこの御業を豊かにこの表していってくださいますように、どうぞお願いいたします。天様、どうぞあなたはこの喫音、Y さんの喫音症に触れ、癒しをこれから表していってください。共にですね、この Y さんの喫音の言葉について共に今祈る時を持ちたいと思います。天様、本当にこれらの祈りを主が聞いてくださったことありがとうございます。主の完全なるこの Y さんのこの喫音の癒しと解放を豊かに表していってくださることを感謝いたします。
また、あ、主は聞いてくださったことをありがとうございます。最善なされていきますことを感謝します。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、さらにですね、祈っていきたいと思います。3つ目の祈りの課題です。 S さんの奥様の M さんの甲状腺の癒し、ね、甲状腺ということですね、はい、何かこう病気が甲状腺にあるということですね。はい、はい、それでは、M さんのですね、 S さんの奥様の M さんですね、 M さんの甲状腺の癒しのためですね、祈っていきたいと思います。天の様、あなたがこの S さんの M さんの甲状腺の癒しということですけれども、主よ、どうぞあなたが豊かに触れていってくださり、解放を表していってください。どうぞ癒しを行い、解放を表していってください。主よ、どうぞ M さんの甲状腺ということで、あなたご自身がどうぞ完全なる癒しと解放を与えていってくださいますように、どうぞお願いいたします。イエスキリストの皆によって、この M さんの甲状腺のあらゆる病、完全に M さんのこの体の力が今すぐ出てきなさい。主よ、どうぞあなたが触れていってください。主よ、どうぞこの M さんの甲状腺を完全に癒し、あらゆる病において完全に全てが取り除かれていきません。どうぞ元のこの健康な状態に完全に主が戻し、解放の技を表していってくださいますように、どうぞお願いいたします。イエスキリストによって M さんの甲状腺に目ずる、主イエスキリストによって癒されよ、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 癒されよ。主よ、どうぞあなたの癒しと解放を豊かに表していってください。イエスキリストによってこの M さんの甲状腺に癒しを制御する、癒しを制御する、癒しを制御する。主よ、どうぞあなたのさらなる癒しと解放を表していってください。どうぞお願いいたします。神様、お父さんのこの奥様に許されているこの甲状腺のこの前を完全にこの癒しを与えていってください。甲状腺のその病のこの症状を主が取り除き、またこの根本的なこの原因となっているそのこの部分に主が癒しの御業を豊かにこの表していってくださいますように、どうぞお願いいたします。天様、どうぞ癒しの御業を豊かに表していってくださいますように、どうぞお願いいたします。今共にですね、M さんの甲状腺のこの癒しに関して共に祈る時を持ちたいと思います。天様、本当にあなたはこの祈りを導いてくださり、聞いてくださったことありがとうございます。さらに主の最善を成してくださることを感謝します。感謝して、イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。アーメン。はい。それではですね、さらに次の課題に入っていきたいと思います。はい。S さんの息子さんの T さんの、WPW 症候群の癒し、不整脈ですね、の癒しのためにお祈りを、ね、お願いいたします、はい、ということです。息子さんの T さん、 T さんの、はい、はい、不整脈 WT WPW ですね、 WPW、はい、症候群ということで、まあ、はい、不整脈の一種ということでしょうかね。はい、はいはい、それで、はい、お祈りをしていきたいと思います。天の様、この S さんの息子さんの T さんの WPW 症候群の主よ、どうぞあなたが癒しを行い、解放を表していってください。不整脈の一種ということですが、主よ、どうぞあなたは完全にこの T さんに触れていってください。 WPW 症候群から完全に癒しを行い、解放を表していってくださいませ。どうぞお願いいたします。イエスキリストの御名によってこの T さんの WPW 症候群に命ずる、主よ、イエスキリストに完全に癒されよ、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 癒されよ。あなたの技と恵みを豊かに表していってください。主、完全に T さんを守っていってください。そういう不整脈、あらゆるまた一切の病が T さんから取り除かれていきますよ。どうぞ主が守っていってください。お願いします。主エスキスの皆によってこの T さんに癒しを制す、癒しを制す。
あなたが豊かに触れていってくださることをありがとうございます。神様、どうぞこのモティさんの WPW 症候群をこの主が癒しを与えていってください。どうぞこの心臓にこの触れていってくださり、この静脈のこの原因となっているその部分の主が触れてください。またこの症状からもこの守っていってください。この頻脈になることがないように、またそれを症状としてこの自覚症状が出ることがないように、またこれがこの完全に癒されていくことができるように、どうぞ助けを導いていってください。どうぞこの不整脈ですけれども、この不整脈になっているその原因を本当にこの主がこの取り除いていってくださって、この不整脈の症状が一切なくなっていくことができるように、またこの心電図上でもこの状況が出ることがないように、どうぞ守ってください。癒しの解放、癒しの宮沢、解放の宮沢を豊かにこの表していってくださいますようにお願いいたします。で、そのあなたがこの癒しの宮沢を表し、解放を表していってくださいます。どうぞ T さんの WPW 症候群が全くなくなりますように、完全に主が守り導いてくださいますようにお願いいたします。それではともにですね、この T さんの、その WPW の症候群の癒しのために今ともに祈る時を持ちたいと思います。天様、あなたが豊かに触れていってくださっていることを感謝いたします。主はこの祈りを聞いてくださってありがとうございます。主の最善を感謝します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、さらに次引き続きですね、お祈りしていただきたいと思います。 S さんの甥の N さんの自閉症からの解放のためにお祈りをお願いしますということです。はい、甥っ子ですね、甥っ子さんですね、N さん、N さんですね、自閉症のこのご病気があるということで、はい、はい、さらに祈っていきたいと思います。 S さんの甥っ子さんですね、N さんですね、自閉症、はい、ということで、ではお願いします。 S 様、主どうぞ本当にあなたがこの甥っ子さんの N さんに触れていってください。自閉症ということですけども、主はこのその事柄を用意してくださっていることも感謝します。その中であなたのご栄光と宮沢豊かに表し、主どうぞこのさらに N さんに癒しと解放の宮沢が豊かに起こっていく、どうぞ導いていってくださいますようにお願いいたします。イエスキスの宮に言って、この N さんの、この自閉症に見えず、主イエスキスの宮に言って完全に癒されよ、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 癒されよ。主どうぞこの N さんの自閉症に触れてください。主どうぞあなたは完全に癒し、そしてあなたの技と恵みが起こっていく。どうぞ守り導いていってくださいますように。主イエス・キリストの御名によってこの N さんの自閉症に癒しを制する。癒しを制する。癒しを制する。主あなたの技と恵みを表し、導いていってください。神様、本当にこの N さんのこの自閉症に役の主が触れていってください。どうぞこの今許されていることも本当にこのありがとうございます。私はこの自閉症のこの症状をこの解放をこの豊かにこの表していってください。 N さんにこの触れていってください。また自閉症というそのこの病が本当にこの主にあって癒されていくことができるように、どうぞ助けを導いていってください。この N さんにこの主のこの宮座が豊かに表されていくことができますようにお願いいたします。天様、本当にあなたの御業と恵みを豊かに表してくださっていることをありがとうございます。主がどうぞこの N さんに触れていってくださり、あなたの技とご計画を豊かに表していってくださいますように、どうぞお願いいたします。この N さんの自閉症、主は完全に癒し解放を与えていってください。
今ともにですね、この N さんの自閉症のためにですね、ともに祈る時を持ちたいというふうに思います。天様、本当にあなたの恵みと祝福ありがとうございます。この祈りを主は聞いてくださったことを感謝します。感謝して、そのお名前によってお願いいたします。アメン。はい、さらに引き続き取っていただきたいと思います。はい、S さんのリクエストの最後になりますけれども、はい、S さんのお兄さんと弟さん夫婦の、うん、この救いのためにということで、うん、今まで6つ、この祈りの課題を挙げて祈ってきましたけれども、はい、S さん自身が毎朝、祈りの課題にしてお祈りされているようですけれども、うんうん、これを毎日できるようにお祈りができるようにも合わせてお祈りくださいということです。はい、ということですね。はい、弟夫婦のお兄さんと、あ、お兄さんかと弟さん弟夫婦の救いと、はい、また毎日できるということですね。はい、はい、お祈りしていきたいと思います。天の様、本当にこのお兄さんと弟夫婦の救い、主豊かに表していってください。どうぞそのご家族ご親族の救いを表し、どうぞあなたの宮里の恵みを豊かに表していってください。お兄さんと弟さんがどうぞ救われていきますように、豊かに導いていってください。一緒にお願いいたします。ご夫妻がご家族がどうぞ救われていきますように、あなたの技と恵みを表し、またそれをこの救いを阻もうとしている敵の霊を打ち砕き、封じ縛り上げ、主どうぞまたこの S さんが御心の形でこの伝道者、あるいは御心の形でどうぞ救われていきますように、イエス様の十字架と復活を信じることができる、どうぞ導いていってくださいますようにお願いいたします。またその事柄を争点で祈ってるということですけども、それが毎日ちゃんと祈っていけるようにということですけれども、主どうぞあなたが導いていってください。神様、お父さんのお姉さん、またお父さん夫婦のこの救いをこの宮沢豊にあなたご自身が表していってください。またお姉さんがまたこの御心の形で伝道していくことができるように、また主の御心とする方法で、またそのタイミングでこの救いの宮沢豊に表されていくことができますようにお願いいたします。また今までのこの祈りの課題においても、本当に毎朝お祈りされているということですけれども、でこの祈るその力をもこの主がお姉さん自身にこの与えていってください。お願いいたします。天様、本当に祈る力をむしば与え導いていってください。主どうぞ お兄さん、また弟ご夫婦が、お兄さん夫婦と弟ご夫婦が主どうぞ完全に救われていきますよ、導いていってください。この救いのためにですね、共に今祈る時を共に持っていきたいと思います。天様、本当にこれらの祈りを主は聞いてくださったことを感謝いたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、最後ですね、祈っていきたいと思います。はい、K さんからの祈りのリクエストです。はい、ハレルヤ、感謝します。お祈りお願いしたいと思います。ここ数日よく眠れないので熟睡し疲れが取れるようによろしくお願いします。はい、ということです。 K さんです。はい、 K さんですね。はい、祈っていきたいと思います。天の様、あなたがこの K さんの祈りの課題を導いてくださりありがとうございます。ここ数日よく眠れないということで、熟睡し、疲れが取れますようにということで、主どうぞあなたがこの K さんのどうぞ毎日において健康を豊かに表し、祝福を表し、主また睡眠不足からの解放を与えていってくださいますように。どうぞよく眠れないということですが、どうぞ熟睡できますように。毎日ちゃんと熟睡できますように。あなたはどうぞこの K さんに豊かに触れていってください。あらゆる思い煩い、精神面、また体調のすべての問題に触れていってくださり、完全なる解放と
あなたの技と恵みを持って、どうぞ本当にこの熟睡、眠れない原因をすべて取り除いていってくださいますように、完全にリラックスして本当にこう睡眠できるように、どうぞあなたが豊かに、癒しと、あなたの技と恵みを豊かに表していってくださいますように、どうぞお願いいたします。主がどうぞ触れてって、ケイさんに触れてってください。イエス・キリストの皆によって、このケイさんの睡眠不足に目ずる、主イエス・キリストによってこのその原因を完全にケイさんの力で出てきなさい、イエス・キリストの皆によって、ケイさんのこの心、体、精神面に、癒しを、癒されよ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 。主、どうぞこのリラックスして眠れるように、主イエスキリストによって解放を宣言する、主イエスキリストによって解放を宣言する、主を豊かに導いていってください。神様、本当にこのケイさんからの祈りのリクエストありがとうございます。どうぞこの数日よく眠れないということですけれども、どうぞこの夜に熟睡していくことができるように、また良い睡眠を与えてくださり、またその睡眠の中でこの疲れがこの全てこの取り除かれていくことができますように、どうぞお願いいたします。どうぞこのよく眠れないというそのこの原因となっているものを、この全てこの主が取り除き、また思い煩いを取り除いていってくださって、この十分にこの体を休めていくことができるように、また夜眠るその時には熟睡していくことができるように助けていってください。お願いいたします。テスは本当にあなたが豊かに触れていってください。主計算に触れていってください。主、どうぞ本当に熟睡して眠れていくことができるあなたの耳を豊かに表していってください。今共にですね、この祈りにおいても共に祈る時を持ちたいというふうに思います。天様は本当にこの計算に触れてってくださり、この主がこの祈りを聞いてくださってありがとうございます。またこの主の最善が豊かになされていくことを感謝いたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、ですね、さらにですね、祈っていきたいというふうに思いますけれども、祈りの祝福って非常に大きいなっていうふうに思うんですよね。なんか最近祈りが聞かれたとかっていうのあります？そうですね、ちっちゃなことでもいいんですけどね。パッて出てこない、パッて今出てこなくてごめんなさい。何かありますか？はい、私はですね、本当に小さなことなんですけどですね、ちょっとある忘れ物をしちゃってですね、でこのそれでそれがないとちょっと働きに支障が出るということだったんですけども、はい、本当に小さな やつだったんですけどですね、祈ったんですよね。神様と与えてくださいと、で一つは知恵を与えてくださいっていうふうにこう祈りましたらですね、そのね、働きなんか忘れたんですけど、ね、それが本当に大きなトラブルになることなく、進められたっていうですね、主の手と祝福を見ました、はいはい、忘れてしまったけど助けられたっていうですね、ね、まあ、小さな話なんですけども、うん、で、まあ、小さなことでも皆さんね、祈るっていうことはですね、すごく重要なんですよね。でそれでそれで神様から答えられるという恵みを受けていくと、でそれをこう続けていかれるということをお勧めしたいですよね、はい、そうするとですね、非常に大きな働きに入っていくと、またそのいろいろ課題が大きくなっていくということにおいても、神様が聞いてくださったっていうですね、その土台がこう強いとですね、
こう本当に神様により頼むっていうところもすごくしっかりしてくるっていうかですね。でその中で神様のいろんなこう祝福をあとこの大きなレベルでもこう見ていくようになるとですね、癒しにおいてもですね、はいはい、というですね、この信仰が培われていくっていうことにつながっていくので、うん、ぜひですね、祈り小さなこんなことぐらいはっていうふうなこともですね、ぜひ祈ること、ね、こんなことをまあちょっとやればできるっていうようなことでも祈ってみるっていうことですね、そういったこともされることをお勧めします。でその中で、非常に素晴らしい、祈るっていうことでの神様との交わりということでの祝福っていう、ことも非常に大きいですし、また実際応えられるっていうことですよね、はい、ぜひそのことを覚えて、ね、祈っていただきたいというふうに思います。はい、それでは、さらに次の課題に入っていきたいと思います。オンライン会員の K さんからの祈りの課題です、うん、ハレルヤ祈りの時間を感謝します。私はオンライン会員で教会が遠いのですが、地域で賛美隊の働きを行っていきたいので、うん、メンバーを求めていますということで、具体的にピアノ、楽器の奏楽者2人以上、サブボーカル2人以上、合計4人以上、賛美隊として喜んで一緒に立ってくださるメンバーを求めます。また関わりの人々の中から御心の人々が救われて賛美隊のメンバーに加わり、祝福の証をそれぞれが受けるようにお祈りをお願いいたしますということです。賛美隊の働きのためですね。そうですね、はい、メンバーを、はい、ということです。そうですね、はい、それではお祈りしていきたいと思います。天の様、あなたがKさんですね、Kさんの祈りの課題を導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞあなたが豊かに触れていってくださり、主よ、どうぞこの賛美隊の働きにおいても神の技が豊かに起こっていく、どうぞ導いていってくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞあなたの恵みと祝福を豊かに表していってくださいますように。この賛美隊で、この楽器の演奏者2人以上、サブボーカル2人以上、合計4人以上ということで、組んでいきたいということで、またその中で心の方が救われて、そして賛美隊としてのこのメンバーに加わって、祝福のがさらに表されていくようにとですね、証がそれぞれ受けるようにということですね。主とあなたが豊かに触れていってくださいますように、賛美隊の御働きが全うされていきますように、どうぞ導いていってください。神様、本当にこのケイさんのこの賛美隊としてのこの働きをこの主が祝福してくださっていることをありがとうございます。今このメンバーのこの奏楽者の方々、またこのサブボーカルの方々、この合計4人以上ということを具体的にこの課題を挙げて祈っておられますけれども、どうぞ心の方々をあなたがこのメンバーとしてこの加えていってくださいますように、どうぞお願いいたします。賛美隊として喜んで一緒に立っていくメンバーをこの主が与え、またこの関わりの中で御心の方々が救われ、またその賛美隊にのメンバーとして加わり、この祝福のこの証がそれぞれこの与えられていくようにこの主が導いていてください。お願いいたします。哲元さんにあなたの導きと耳を表し、どうぞ K さんと共に、賛美隊として立っていく演奏者、またこのサブボーカルの方々を主がこの加えてくださり、御心の賛美隊の働きがその中で全うされていきます、豊かに導いていってくださいますようにお願いいたします。天様、あなたの御道祝福ありがとうございます。これを祈り聞いてくださってありがとうございます。最善がなされていくことをありがとうございます。感謝してイエス様の名前にお祈りいたします。アメン。はい、先ほどの話なんですけど、もうちょっと具体的に言った方がいいかなと思って、そうですね、はい、私が、メッセージですね、はい、まあ、あの教会で講談に立ってお話をするということがあって、でその時っていうのは、私たちの教会のですね、パウロ秋元牧師がされたメッセージをですね、まあそれに沿ってお話をするっていうこと で通常でしたらそのメッセージをされた音声をインターネットでですね、聞いて、でそれでメモしたりして、そしてまあそれに沿ってっていうふうにお話をするっていうですね、まあ、それはローテーションっていう形で回ってくるんですけども、はい、で私がそれをするときに音声を聞こうと思って、でインターネットをつなげようとしましたですね、
それが聞けなかったんですね。ね、もっと言うと、ちょっと最初の方だけ聞けたんですけど、そこからちょっと全然繋がらなくなったというか、まあ後で分かったのはちゃんとアップできてなかったっていうですね、インターネット上にアップされるんですけれども、アップデートされるんですけれど、その時、不具合でされてないっていう状況があって、あ、これはどうしたもんかと思ってですね、で そして祈ったんですね。そしたら、まあもちろん当然聞いている、要するに礼拝に出てでメッセージを聞いているので、ある程度は記憶しているんですが、ポイントのことをちょっと思い出せなかったんですね。でそうしましたら、あのホームページのブログでですね、そのこういうふうに言っていましたっていうことの内容が分かって、それでその助けを得ることができたんですね。それでその時に祈ったんですよね、あの助けてくださいと。そしたらそれが答え、あの与えられたっていうですね、ね、具体的にちょっと、はい、話さないと分からないなみたいなことで、はい、で主の助けは最善だなっていうことをですね、その時にもより、確信することができて感謝だったなと、そういう話で、はい、ぜひね、それ皆さんも祈ることをお勧めします。はい、それで次の課題に入ります。愛さんの祈りのリクエストです。埼玉県三郷市のゴスペル教室が来月から始まります。御心のゴスペル教室を毎月できますようにっていう、これも賛美隊の働き、はい、今回ゴスペル教室が始まるということなので。あ、そうなんですね。はい、はい、わかりました。愛さんですね。はい、はい、じゃあ祈りします。愛する様、あ、この埼玉県で三郷市ですね、ゴスペル教室がスタートするっていうことですけども、さあ御心のゴスペル教室が毎月できますようにということで、天様どうぞあなたが愛さんに触れてってください。御心のゴスペル、教室が全うされていきますように、どうぞ守り導いていってください。お願いいたします。神様、本当に愛さんからのリクエストありがとうございます。この賛美隊としての働きの中で、埼玉県三郷市でのこのゴスペル教室がこのスタートしたことを本当にありがとうございます。毎月行われていくということですけれども、御心のゴスペル教室が本当に主にあってなされていくことができるように、また毎回毎回向こうの方々を主が送ってくださり、このゴスペル教室を通してこの主のこの技が進められていくことができるようにどうぞお願いいたします。天様はどうぞ本当に毎月のこのゴスペル教室において主の技がなされ、御心の形でそのゴスペル教室を全うしていくことができるように、この愛さんに触れていってください。必要なアイディアとまた知恵を与えてくださり、さらに主の御心の教室を導いていってください。天様、本当にあなたの御業を感謝します。感謝して、この祈りを聞いてくださって感謝します。感謝してイエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。はい、それではですね、さらに引き続き祈っていきたいと思います。王さんからの祈りのリクエストです。毎朝楽に喜びいっぱいで5時前に起き、蒼天祈祷会に行ってちゃんとお祈りできるようにお願いします、はい、ということです。そうですね、はい、もう本当ね、奉仕をされている方々とかは蒼天祈祷会は必須ですけれどもですね、はい、皆さんですね、朝早いんで大変な方も多いと思いますが、はい、そこにおける祝福というのは非常に大きいですからね。はい、はい、今共に祈っていきたいと思います。天様、あなたの恵みと祝福と御業を表してくださいますようにお願いいたします。どうぞこの王さんに触れてってください。主、どうぞこの 毎朝、楽にまた喜びいっぱいで5時前に起き、蒼天祈祷会に行けちゃんとお祈りできるようにということで、主、どうぞあなたが王さんに触れてってください。この、祈りの課題をありがとうございます。神様、どうぞあなたが導き、主、どうぞ完全に、癒しと解放を豊かに表していってくださいます。お願いします。あなたの祝福と恵みを表し、どうぞ主のご計画と恵みによって、どうぞこの蒼天祈祷会と今朝喜びいっぱいでできますように導いていってください。神様、本当にこのおさんのこの祈りの課題を本当にありがとうございます。どうぞこの5時前に起きるということですから、相当早いと思いますけれども、きちんとまた楽にまた喜んでこの起きて、この5時半からのこの蒼天祈祷会にこの間に合ってこの行くことができるように、また毎朝この蒼天祈祷会におけるその神様からのこの祝福恵みに預かっていくことができるように、主が助けていってください。お願いいたします。天様、本当に蒼天祈祷会に5時前に起きてちゃんと行けるよ、
で、その言葉における祝福をどうぞ豊かに受けていくことができるように、どうぞ導いていってくださいますようにお願いいたします。主、どうぞこの多さに触れていってください。本当に元気いっぱいで、どうぞ毎朝をこそ天気とお会をし、本当に主の祝福のうちをさらに歩んでいくことができる、どうぞ導き、あなたの恵みを表してください。あなたの恵みを感謝して、イエス様の名前に立てします。アメン。はい。では、Y さんからの祈りのリクエストです。はい。Y さんの、このいとこの奥様が10年くらい、この心身ともに体調が悪く、うん、最近統合失調症だったことが分かりました、うん、でその病のために、病が完全に癒されるように、うん、また御心であればご家族で白馬キャンプに参加できるようにお祈りをお願いいたします。 Y さんからのお祈りのリクエストです。そうですね、はい、分かりました。じゃあお祈りしますね。で、本当に岩井さんの祈りの課題をありがとうございます。このいとこの奥様が本当にこの統合失調症ということですけども、主導者あなたは完全に癒しを行い、会を表してください。10年くらい、心身ともに体調が悪いということですが、主、本当にあなたが体調を良くしていってください。さらに主の最善がこの奥様において豊かになされていきます。どうぞ導いていってくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたのこの恵みと、そして統合失調症の癒しがなされていきます。さらにご家族で白馬キャンプに参加できる豊かに導いていってくださいますようにお願いいたします。イエスキリストに入ってこの Y さんの奥様の統合失調症に命ずる。主、イエスキリストに入って完全に癒されいよ、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 癒されいよ。主、どうぞあなたの完全なる癒しと解を与えていってください。本当にこの愛さんのこのとこの奥様の主が触れてください。この最近統合失調症であったということが分かりましたけれども、このこともありがとうございます。どうぞこの病のこの症状すべてをこの取り除き、それとともにどうぞご心ならばご家族でこの白馬キャンプに加わって、その祝福恵みに預かっていくことができるように、どうぞ助けを導いていってください。お願いいたします。あたつもどうぞさらに宮沢らしていってください。今ともにですね、この愛さんの奥様の、あ、Y さんのいとこの奥様の統合失調症の癒しのために共に祈っていきたいと思います。天様のさらにあなたの御業と恵みを豊かに表し、主をさらに、癒しを行い、解放を表してくださると感謝します。感謝してその名前によってお願いいたします。アメン。はい、それ次の課題に入っていきます。 T さんの祈りのリクエストです。どうかお祈りしていただきたいことがあります。生理が来ません。生理不順です。どうかこのホルモンのバランスが治って、生理不順が治り、またこの私の体の悪い病気があるならば、その病気もこの治るようにどうぞお祈りくださいということです。はい、それでは、T さんですね。 T さんですね、はい、はい、お祈りしていきます。天様はこの T さんに触れていってください。生理不順が完全に癒され、解放を表していってくださいます。ホルモンのバランスが完全に治っていきます。どうぞ守りに注意してください。その他何かこう病があるので完全に断ち切ってくださいます。主、イエスキリストに入ってこの T さんの生理不順完全にイエスキリストに入って癒され、癒され、癒され。主よ、どうぞあなたの耳を豊かに表してください。神様、お手伝いのリクエストありがとうございます。今生理が来なくて、ま、生理不順が許されていることもありがとうございます。どうぞこの原因となっているその部分にこの主が触れるとともに、またこのホルモンのこのバランスも本当にこの良くなって、このきちんとこの生理が来るようにどうぞ守り導いてください。また別の形でこの体にこの悪い部分があるならば、どうぞその部分においてもこの主が癒しの御業を豊かに表していってくださる。 T さんをどうぞこの解放し表していってください。お願いいたします。それではともにですね、このために祈っていきたいと思います。天様、サイン T さんにおけるあなたの技と恵みを豊かに表していってください。この祈りを聞いてくださって感謝します。感謝して様の名前によっていたします。アメン。はい、はい、さらに祈っていきたいと思います。最後の祈りのリクエストです。はい、N さんからですけれども、精神の病気、統合失調症の病気があります、うん、どうか、僕のためにお祈りをお願いしますということです。はい、
それではですね、共に祈っていきたいと思います。天の様、あなたがこの N さんですね、はい、N さんに触れてくださり、統合失調症ということですけれども、主、完全に癒しを行い、会話を表してください。主の御業と恵みを豊かに表し、あなたのご計画が全うされていきます。どうぞ導いていってくださいませ。天の様、この N さんの体、精神にも触れ、あなたの癒しがなされていきます。イエスキリストによって、この N さんの、この統合失調症に命ずる。主、イエスキリストによって完全に癒されよ、癒され、癒され、癒され。主はあなたの恵みと祝福を豊かに表してくださって、ありがとうございます。神様、どうぞこの N さんの統合失調症に主が触れていってください。どうぞこの原因となっている部分は病のその後の部分に主が触れてくださって、癒し回復の皆さんを豊かに表していってください。 N さんが本当にこの主によって解放されて、本当にこの喜びで満たされていくことができるように、今の辛い状況を主が解放を与えていってください。では、本当に N さんに触れてくださってありがとうございます。共にですね、今この統合失調症、 N さんの癒しのために共に祈っていきたいと思います。天様、さらに N さんに触れ、あなたの技と恵みを豊かに表していってください。イエスキリストによって N さんのこの統合失調症に癒しを宣言する、うん、主の恵みと祝福を感謝します。御祈りを聞いてくださってありがとうございます。感謝して、そのお名前によっていたします。アーメン、はい。今日も非常に駆け足で、ドタバタしちゃいましたですけどね、祈れてよかったなというふうに思いますし、はい、また皆さんですね、さらに、今日はこれ今日でこれで終わりますけれども、はい、来週もまたありますのでね、ぜひ、どしどし応募をして、祈りを共にしていけたらというふうに思いますけれども、はい。それでは最後にまた、はい、アドレスの方、はい、prayer.request@gmail.com になっています。どうぞ祈りの課題を送っていただければというふうに思います。はい、ぜひですね、さらに共に祈っていきたいと思います。最後にお祈りします。愛する様、今日これまで祈りの時間を導いてくださってありがとうございます。感謝して、その御前にお祈りいたします。アメン。はい、それではさよなら。さよなら。また来週、また来週は手元小林夫妻がされます。さよなら。